クマです。ロモです。2人はロロックマです。ロロックマです。各ゲームリンクは動画説明欄にあるのでぜひチェックしてください。よろしく お願いします。お願いします。まあそして最近始めてる企画で、はい、2人でやるときは同じ武器を使うということで、そう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 、今回はロノさんと PP2000 イグニスファチュースを使ってエイム調整やっていこう。やっていこう。ボム禁止ね。いや、ボムありで。ありか。これはどっちが上を取るかの過酷な試合だよね。命を懸けた戦いだよ。どっちがイグニスパチュース使いなの。そうだ、ボムでもいいんだよ。やべやべやべ、めっちゃ攻められてる。えぐいね。俺がファチュース。てか23対8ってなる。やばいよ、これゼロなの。マジで頑張って頑張って。いや、てか圧敗すぎてさ、これ殺せるかどうか運じゃねえか。計3キル。俺がトップとかやばいぜ。いや、ダメだこれ。うっ、やばいわ。惜しいな。ダブルスコアやん。ダブルスコアってか味方がやっぱもう全然前に行けないから、全然フリー。あー、すごいね、もう挟まれる。まあ KD 稼ぎだけだったら胃持ってるだけで、俺は味方を勝ちに導きたいんや。きついね。やべえわ、やべ、なかなか攻めきれんの。え、えぐいね。うん、押し返されるわよ。パチュース。アウト。オッケー。ピあれな、 PP2000 遠距離弱いの。遠距離弱いんだよ。そうなんだよ、近距離行かないといけないんだよね。それがちょっと辛いよね。辛いね。あ、くそ、あいつの前かクマさんに越されとるわ、ね、まあ俺ずっと前線で戦ってる。頑張るぞ。あー、くそ、欲しいな。やべえ、ちょっとでも遠くなるともう豆鉄砲になる。あー、でもなんか最初の頃よりはだんだん味方も攻めれるようになってきた。だいぶ動きやすくなる。ダメ、これは無理っすね。でも115対81か、圧敗だな。うん、ロマさんに1人いっとるやん。いやー、まあ 21.5 の14、素晴らしいね。PP2000 使いは、クマ隊長でした。ウィナーウィナーだね。これ2000連続いっちゃうやつ？いや、いかねえ。いかないよ。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。